僕がアビーロードを好きなのはここが奥の深いスタジオだからなんだ。アビーロードは街で一番のスタジオだよ。街とはつまり世界のことなんだけど、自分はラッキーだったと思ってる。まあ夢に見ていたのよりはちょっときつい仕事だったけどね。行ってみてまず目に入るのはあの小さな横断歩道かな。ほら、例のアルバムのジャケットになってるやつ。いいよね、聖地って感じで。壁のペンキは随分厚ぼったくなりましたよ。メッセージは300層くらいはあるでしょうね。いつか1枚ずつ剥がして読んでみたいけど無理かな。とても独立した空間なんです。ここに座ってレコーディングしていると世間から隔絶されているように思える。でも一日が終わって外に出るとそこには人があふれ返ってるでしょ。日本あたりからはるばるスタジオを見に来た少年たちとか、なんだかホッとするんですよね。ここまで来るとどうにかして中に入ろうと思うんでしょうね。いろんな手を考えるんです。トイレ使わせてくださいとか、入れてあげるわけにはいかないけど。戦没者記念碑みたいにタバコとかマリファナ備えてくやつもいる。このスタジオが今やロンドンの有名な観光スポットになってるんです。驚いちゃいますよね。壁にメッセージを書くためにみんな地球を半周してやってくるんです。素晴らしいことです。余白をどんどん増やしていきますよ。あの横断歩道のところでこっそり自分の写真を撮ったことありませんか？あるよ。あの有名な横断歩道ね、私は一時角を曲がってすぐのところに住んでたんですがね、道を渡るだけで一苦労ですわ。だってほら、横断歩道の方へ行くとカメラを構えた観光客がやってきて、すいません、渡るとこちょっと撮ってくれますって来るでしょ。でいいよって撮ってやると、また別のがすいませんって来る。銀行へも行けない。Glad to see you all.
彼があの日に出発すると言ったんで本当にびっくりしましたよ。だって視界はゼロだし、凍えるような寒さで旅に出るには最悪の天候だったからね。だけどお前は永遠に生きてるつもりかい、なんて友達に煽られた形になってね。意地もあったんでしょう。私たちはあのスタジオでドイツ向けの宣伝放送を録音してました。グレン・ミラーが下手くそなドイツ語を操って、ああいう宣伝放送は山ほどやったね。まあドイツ兵の大脱走を引き起こすってとこまではいかなかったけれどね。あの大所帯の演奏には斬新な要素がたくさんありましたよ。グレン・ミラーバンドは新しい流れを作ったんです。他にもいいバンドはあったけどね、
トミー・ドーシーやベニー・グッドマンやカウント・ベイシーのバンドも良かった。でもグレン・ミラーバンドは別物なんです。翼が凍りついてコントロールが効かなくなったんだろうね。彼の飛行機は英仏海峡に墜落してしまった。